とりあえずモンスターボール投げてみよう。ただめっちゃ捕まりにくいよね、多分ね。うまく当たらなかった？え、なにそれ？え、なにそれ？え、なにうまく当たらなかったって。知らない仕様が出てきたんだけど。はい、どうもみなさん、こんにちは、のぼるです。今日も、ポケットモンスターピカチュウバージョンアニポケ縛りやっていきます。というわけで、前回、なんだっけ、何シティだったかまた忘れちゃったけど、ここの、エリカを倒したところだったね。で、次行く場所が、どうやら、石竹ジムらしいんですよ。一応ミニマップ、ミニマップじゃねえわ。タウンマップか。タウンマップで見る感じ。わー、出た、この見にくいの。ちょっと待てよ。この石竹っていう場所に行くみたいなんだけど、石竹に行くためには、この前もらったポケモンの部屋を使って、くちばシティから東に出ればいいのかなと思っております。東に出るとカビゴンがいるんだよね。なんでカビゴンを起こして、ポケモンの笛で起こして通るっていうルートなのかなと思うんですけど、その前にちょっと寄っておきたい場所があるんで、そこに行きます。さあ、今回の目的地はなんとこの草むらですね。ここでピンと来る人いるかな？ピンと来たらすごいけど。ここにちょっとね、用があるんですよ。お、この子だね。この子が目的で今日ここまでやってきました。マンキーですね。今回、マンキーを捕まえて、石竹ジムに、石竹ジムというか石竹シティに向かおうと思います。ただ、サトシってマンキーは捕まえてないんですよね。マンキーの時に出会った、オコリザルに進化したポケモンを捕まえてるんです。じゃあなんでマンキーをゲットするかっていうと、まあ、一応オコリザルも野生のポケモンとしては出てくるんですけど、ポケモンリーグ目の前のチャンピオンロード、今で言うチャンピオンロードじゃないと出ないんですね、オコリザルが。で、もう野生のオコリザルの段階で40レベルを超えてきちゃうような状態でして、そこでゲットとしてもちょっと活躍の場を作ってあげれるかがちょっと正直不安な部分もあったので、だったらもっと早めに捕まえて活躍の場を作ってあげたいなって思ったので、今回マンキーを捕まえたいと思います。マンキーの状態で捕まえたいと思います。で、お、普通に捕まった、一発じゃん。いいね。マンキーのデータが新しく図鑑に登録されますと。マンキー、ブタザルポケモン、身軽で木の上で生活する。ふとしたことで機嫌が悪くなり、周りにいるものに飛びかかる。マンキーはね、サトシの帽子を気に入って奪って逃げ回るんですけどね、そのアニメだと。あ、間違えた。あ、待って、合ってるか。で、その後なんだかんだあってサトシがゲットするんですけど、まあ、あの回もね、なかなか面白いんでね、ぜひ見てほしい。ちょっとね、この口下手な僕が説明するよりも見てもらって感動してほしいな、あれは。まあ見たことある人がほとんどだと思うけどね、この動画を見てる人は。てなわけで、今回はマンキーを連れていくんで、一旦ね、ちょっとここ最近の手持ちの入れ替えは激しい感じにはなっておりますが、預ける、一旦ここでゴーストを預けまして、マンキーを連れていきたいと思います。ちょっとね、旧レベはなかなかねしんどい部分があるんで、ちゃんとレベリングをしながら、ちょっとねマンキーをね活躍させたい場所もちょっと僕の頭の中で想像している部分があるんで、そこまでに強くしておきたいところだから、マンキーのレベルを上げながら今回石竹ジムに向かいたいと思います。あ、そうだ、移動しながら思ったけど、マンキー今これ何覚えてるんだろう。攻撃技、ひっかく睨みつける、けたぐり。あー、なるほどね、ひっかくは使えるね。ひっかくはサトシも命令してるんで使えますね。あとは、ただ使える技がないと。まあ、ひっかくさえあれば、まあ、最悪なんとかなるだろう。攻撃できないっていうことにはならないのでね。よっぽどいいでしょう。さあ、ちょっとウィジン戦ってみるか。17レベルはちょっときつい？
いや、きついよな、絶対。え、何このシルエット。え？そんなシルエットなの？君。マンキー。え？なんか、ツタみたいだね。ちょっと、さすがにきつそうなんで、かよ。マンキーきついな、ちょっとな。最初はやっぱり先輩たちに頼ることになりそうな感じはするけど、まあ仕方ない。ゼニガメもでも一発はやれないよねこれね。あ、やれるんだ。あー、さすがにレベルの差こんだけあるだけはあるんだな。んー、それじゃあ、こっちだね。次行くところは、あなたは特に何も話すことはない。ポケモンたくさん取ると名前をつけてあげるのに苦労しちゃうでしょ。この先のシオンタウン、え、シオンタウン、待って、この先シオンタウン、え、この先ってシオンタウンだっけ。でもカビゴン寝てるよね。あ、北に行けばシオンタウンみたいな、そういうこと。カビゴンもう、そうか、カビゴン今日カビゴンにも出会うってことはカビゴンも捕まるのか。まあね、一応今日というか今回捕まえなくても2体目のカビゴンがいるにはいるんで、別にそっち捕まえることもできるんですけど、まあどうせならなんか初めて出会ったカビゴンを捕まえたいしな。あ、でもサトシも初めて出会ったカビゴンは捕まえてないな。初めて出会ったカビゴンは、おじいちゃんのカビゴンだったしな。まあ、一応捕まえるのを試みてみるか。試しに捕まえようとしてみます。おー、いいね。目覚ましにしたいわ。カビゴンは寝ぼけて襲ってきたとは。で、確かレベルは30レベルなんだったっけ。うわ、かわいい。カビゴンマジかわいいな。とりあえずマンキーでは何も太刀打ちできないので即変える。ピカチュウかな。一旦ピカチュウ行って、眠るしてくんだよね。そうだよね。で、麻痺狙えたらいいかなって感じ。どれぐらい入る。あー、てえなぁ、頭突きか。え、強強強強強。は？ピカチュウ死ぬんだけど。いや、でもなりふり構ってられなさそうな感じだな、これ。え、マジか。あ、ナイス麻痺。本当にでかい、それ。え、頭突き。強すぎない？ごめん、ピカチュウ。本当にすまない。え、ちょっと待って、強い強い強い。これは一旦砂かけまくらないと、多分捕獲しづらいはずだから、砂かけまくって一旦。さあ、一応これが6回目の砂かけなんだけど、ちょっと待って、眠るってされたら麻痺も消えるか、これ。消えるよな、そりゃな。多分消えるよね。一旦めっちゃ砂はかけたけど、え、急所でこれ、うわ、麻痺消えてるわ。強、眠る、え、めっちゃ強いじゃん。ド忘れも強いな。まずいかこれ。頭突き、ド忘れ、眠る、あとなんだろう、あと何覚えてるかな。あと一個使ってきてないけど、覚えてない可能性もあるか。一応これ、この風起こし終わったらちょっとモンスターボール投げてみる。いや、もう一発いけるな。もう一発いったぐらいでちょっとモンスターボール投げてみるか。あー、よかったよかった。これ、眠るされたらだいぶ辛かったけど。とりあえずモンスターボール投げてみよう。ただめっちゃ捕まりにくいよね、多分ね。うまく当たらなかった。え、何それ。え、何それ。え、何うまく当たらなかったって。知らない仕様が出てきたんだけど。初代ポケモンは、捕獲の際の乱数の計算結果があまりにも悪いと当たらないっていう表示になるって書いてあるんだけど、これ何？え、どういうこと？この状態からさらに眠るか、まあ、何かしら状態以上、眠るか氷、その次で麻痺とかかにしないと、捕まえることを試みることもできないってことかな、これ。ちょっと揺れるとかもないのかな、何回もやっても。
何回やっても同じこれ。うまく当たら、いや、当たったし、頭突きは。痛えよ。え、これ。うわ、ダメだ。カビゴン捕まえらんなくね、これ。でもう一回風起こしやってみるか。でも、三分の一以下にしても、あれだよね。捕獲率は変わんないから、初代って。変わんないらしいんで、どうやら。体力三分の一以下であれば、どれだけ低くても一緒みたいなんで、捕獲率。え？じゃあこれ捕まえらんないの？この状態だと。え、どうすればいいのじゃあ。あ、寝た。これ寝た状態なら、当たる？あ、眠ってくれてる方がワンチャンあるんだ。体力が減ってる状態より眠り状態の方がまだ計算結果はいいみたいだね。じゃあ眠ってる時にモンスターボール投げまくるしかないってこと？目覚ましちゃったし。無理じゃん。クソきつくないこれ。また寝た。またここで投げるしかないってことだ。え。やべえな、これは。で、まあ、そんなこと言うんだったら、スーパーボールとかハイパーボール使えばいいんじゃないって話にはなるんですけど、サトシが捕まえたボールで捕まえたいじゃん。っていう。まあ、サトシがモンスターボール以外のボールで捕まえることってマジでめったにないんで、ほとんどモンスターボールで捕まえることになるんだけど、いや、サトシ、アニポケ縛りと言っている以上、サトシが捕まえたボールで捕まえたいよね。っていう思いで今、モンスターボール投げてるんだけど、これやばいね。これは捕まる気しねえな。いや、マジか。あ、寝てくれた。また寝てくれたな。でも、あと2個ぐらいしかないよね。いや、もう、なんかここまで来たらここで捕まえたいな。お、お、お、マジで？え？え、もう今から1時間ぐらい確保してたんだけど。まさかの、え、一発目でいけたじゃん。え？多少カビが生えていても気にしないで食べまくる。お腹を壊したりもしない。いいな、お腹壊さないの。羨ましい。143番なんだ。え？マジでか。めちゃめちゃこっから時間かかること覚悟してたわ。いや、ニックネームつけないけど。いやー、あ、か、ピカチュウ。じゃ、ピカチュウは回復させに行こう、さすがに。いや、別に他のポケモンだからといって回復させに行かないわけではないけどさ。いや、まさかの捕獲だったね。ちょっとこの看板見てみるか。ここは釣りの名所。釣りの名所。あ、そう。いやー、驚きだった。あんな簡単に捕まると思わなかった。絶対運良かったんだよね。僕の専門電気だから、海ポケモンは詳しくないよ。電気専門。うわ、お前絶対コイル使ってくるじゃん。もうコイルやめて。え、全然、あ、電気グループ。そっちか。レベル高っ。29。え？いくらなんでも高すぎじゃない？ピジョンのレベル上げたいんだけど。ピジョンと、あれ、モンキーとレベル上げたいのに、そんなんじゃ全然上げられないじゃん。よくて、ちょっと待って、砂かけまくろ。ピジョンは砂さえかければな。おいもう、あ、よかった、やったぜ。経験値上げくれたわ、ありがとう。よっしゃ、マンキーなんか覚えろ。覚えないか。マルマイン進化系いいね。経験値いっぱいもらえるじゃん。うわ、マルマインの顔なんかクリリンみてえだな。とりあえずまたピジョン投げて自爆してくんのかな。なんか嫌な男とかそういう系。光の壁、光の壁は特殊か。全然いいや。アホなんおーし、光の壁に砂かけまくれ。うわー、最高。これもう砂かけまくって自爆してもらうの待とうぜ。絶対こいつ自爆持ってるから、絶対に持ってる。もう砂かけまくってれば勝てる。余裕で勝てる。もう勝手に死んでるから、これ絶対。ほら見ろ。ほら見ろ。はい、外れた。
はい、必勝講座。マルマイン、ビリリ玉必勝講座。砂かけ以上。最高だな。ありがとう。めっちゃ経験値美味しかったわ。ふにゃふにゃ。ふにゃふにゃってなんだよ。さあ、ここってさ、確か、もうすぐ、いい釣り竿もらえるよね。わしは釣り親父の弟じゃ。もうたまらんほど釣りが好きなんだが、君は釣り好きかな？はい。そうか、君とは気が合いそうだ。これあげるから君も釣りまくりなさいよ。釣り親父からすごい釣り竿をもらったと。釣りこそ男のロマンじゃ。お、いいね、すごい釣り竿。これも欲しかった。海でも川でも遠慮なく釣り竿を使ってくれいと。いやー、ちょっとね、今回はめっちゃポケモン集まるね。まあ、さすがに今回、この釣り竿でも新しい仲間追加しないですけど、いやー、いい要素がどんどん集まっているね。進んでいる実感が湧いてきた。さあ、ここはなんだ？こいつカビゴンか？違うな。こう、なんかアイテムを隠されちゃさすがに行きたくなるよね。さあ、オープン。おっさん。お前なんだ？何が釣れるかって？そりゃ釣ってみなけりゃわからんよ。釣りもしたいね。まあ絶対するんだけど。さあ、うわー、ザ釣り人。コイキングね。お！お前それ経験値美味しいぞ。あ、美味しくないか。さっきの丸マインの方が美味しかったな。跳ねるしかしこないもんね。ただこれは、マンキー一体で倒せるんじゃないか？おー、ちまちまではあるけど。うわ、体当たりしてくんのか。うわー、跳ねるだけしてりゃいいの、ものを。体当たりしてきやがった。さあ、さすがにコイキングぐらいなら10レベル差あっても突破だね。オッケー。体当たりは何回かされたけど、特に問題なしと。オッケー。102しかもらえねえ。うわ、美味しくな。いや、これは、あれだな、別にマンキーだけでやる意味もないか。いや、まあ一応マンキーだけで戦うか。おい、待て待て待てってね。そんなに体当たりされたらマンキーだけで戦えなくなるじゃん。ああ、よかった、跳ねるだ。あと1回は耐えれるな。あと1回は耐えれるから、あと1回体当たりされたら、うわー、やぶね。帰るか、さすがに。いやー、マンキーだけで戦えなかったか。まあ、ここはピジョン行こうか。ピジョンで風起こして、これは1コロだろう、さすがに。おら、さすがに1レベルしか3、ああ、耐えてきやがった、コイキングのくせに。お前、SV でハイドロポンプも忘れたくせによ。オッケー、51。すっくね。しくじったな。いや、お前、しくじったなって思うんだったら、その手持ちなんとかしろ。とりあえず回復しておこうかな。美味しい水ってどれぐらい回復するんだっけ ?20 とか30とか、そんぐらい？あ、36回復した40かな、じゃあ。わかんないけど、まあいいや。とりあえず使っといて。これなーに？ブロムヘキシン。いらんわ。サトシそんなん使わんわ。あ、マジか。こいつ反応してくるんだ。まあいいや。月の石探してるんだけど、君持ってない。あー。持ってるけど預けてある。別に全然いらないからあげるよ。さあ、ボイスカートが消防士が来てきた。ニトラン、オス。うわ、レベル高えな、マジで。こいつもこいつも。とりあえず、ビジョン。うわ、毒針してきた。とにかく砂かけまくろ。ちょっとね、だいぶめんどくさい戦法にはなってるけど、もう仕方ないんだよ。レベルを上げるためには。え、死ぬんだけど、待って、二度蹴り。二度蹴り絶対当ててくる。二度蹴りって必中だっけ？いや、そんなはずはない。うわー、マジかよ。ビジョンやられちゃったんだけど、それは想定外。気合ダメまで覚えてるし。気合ダメってなんだっけ？確定結晶になるんだったっけ？まあでも初代だとあんまり強くないね。まあでも、あれだ。砂かけの効果はまだ持続してるから、このまま水鉄砲でなんとかやっていけるか。二度蹴り必中じゃないね。必中技なんてものはないのか？一応初代には。どんな技でも、なんか超低確率で外すんだよね、多分ね。わかんないけど。今、ニドリーの進化してきた。待って、しまった。ゼニガメのままでいっちゃった。マンキー出すの忘れてた。クソ。やらかした。まあ、でも、ゼニガメで勝てるか、一応。いやー、マンキー育てたかったけど、まあ、ゼニガメも育てたいから、まあいいや。いや、でもこれ待って、ゼニガメだけで勝てないか。
ちょっときついぞ。強いな。さすがに進化してきただけあって。しかも素早さも向こうの方が早いし、毒針が痛いね。毒。これだけは引きたくなかったんだよ。あ、ナイス急所？ナイス急所だけど、さすがにここは変えよう。誰に変えるか。まあ、不思議だねだな。不思議だねなら毒技食らってもへっちゃらだし。角で使うちょっと作られたくないけど、普通に当ててきたな。え、2連続で当ててきたな。ちょっと待ってくれよ。ベニガメがめっちゃ無駄にダメージを食らってしまったじゃないか。まあ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 。ありゃりゃ。とりあえず、勝ったからよし。待って、これ、毒消し持ってたっけ？持ってるよな、多分な。うわ、持ってねえ。帰らなきゃだ。ちょっと待って、これどんくらい今、どんくらいまで来た？こういうところって大体さ、この先になんかあったりするんだよ、ポケモンセンターみたいなのが。ちょっとだけ進んでみる。この、動画時間もいいぐらいだと思うから、もう少しだけ進んでみるわ。13番を超えるか超えないかぐらいまでは進んでみる。とりあえず最短距離で行こう。毒、ゼニガメもう死んじゃう。ちょっと待って、さすがに、傷薬で何とか耐えてもらおう。ちょっと。で、これは、どこだっけ？傷薬。ミックスオーレの方がいいか。いや、傷薬を先に消費しておこう。ちょっとゼニガメには死んでもらっちゃ困る。死なないでくれ、ゼニガメ。ちょっと待って、無駄な歩数を稼ぐな。どっち行くのが正解なんだろう。こっち何？意味ある？うわ、ない！いや、マジ無駄だった。くそ。騙された。待って、ポケモン、いやー、ちょっと待って、戦いたくないってなったよ。いやー、これー、いや、ちょっと今回ここまでにするか。一旦帰るわ。ちょっとゼニガメかわいそうだし。さすがに帰って、回復して、次回ここから始めたいと思います。ちょっとね、今回は、ポケモン2体も増えたし、ちょっとこんなね、ギリギリな状況でいきなり、終わるとか言ってますけど、まあ、今回は一旦ここまでで終わりたいと思います。次回は、ちゃんと赤竹シティに到着したいなぁ。まあ、もともとここ、さすがに動画1回で終われるとは思ってなかったんだけど、まあ次回、赤竹に到着できたらいいなっていう感じですね。もしかしたらマンキーのレベル上げもちょっとしておくかも、裏で。そんな感じでございます。というわけで、今回はここまで。次回、また次回お会いしましょう。さよなら。最後にピカチュウ、なんか。満面の笑み。